3歳ぐらいの女の子が、もう一回人間に生まれる以外に絶対に最後のにはならないのが、はい、どうもよしさん TV のよしです。そしてまゆみです。どうぞよろしくお願いします。最近私不思議な体験をしまして、でその不思議な体験が2回目なんですよ。でどんな体験だったのかというと、数年前のこの8月の半ば行く手前ぐらいの時に、夜寝てましたら僕がパッと見上げたら、すごい自分の部屋がセピア色の暗い部屋になってまして、何これってなって、パッと横見たら猫のような狐のようなネズミのような牙のあるなんか生き物が俺の方向見て口開けてシャーでそれで、ね、これ何者なんやろうと思って、はい、でこんな感じの動物、はい、もうまさにこれやったんですけどこれが俺の横でシャーって言ってて何やこれ何やこれってなってて、で金縛りになってるんで、はい、どうしようどうしようってなってまして、しばらくしたらバンってシャーって言ってるのがどっか行って、はい、部屋のセピアもバンって元に戻ったんです、はい、でこれ何者なのかっていうのも、まあ、ずっと気になってて、数年経って今年の8月のまた同じ時期です、はい、こう僕が寝てたら壁にちょっと光った黄色い物体が、足が4本じゃないんですけど四つん這いでのしのし歩いてるんですよ、うんうん、のし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 みたいな、ほんまにここですわ、ここ本当にここここをのし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 歩いていくんですよ、うん、で何やれってなってて僕も動けないから、はい、でそのまま空調のあそこの中に入っていったんですよ、はい、でそれは前回見たこういうキツネっぽいのじゃなくて、はいはい、どっちかというとなんか箱みたいな体してたんですよね。こういう感じのやつが足4本以上で、のしのしのし何もんやねんでまたこの同じ時期やなと、はい、8月の時期やなと思って、はい、前回がこの生き物だったんで、うんうん、調べたら、うん、雷獣って出てくるんですよ、うんうん、雷の獣って書いて雷獣って出てくるんで、はい、雷獣ってなんなんやろって調べてたら、うん、雷獣っていう生き物は、うん、いわゆるヌエっていう動物でもあるっていうのが出てくる。あ、はい、赤い顔で体が黄色でみたいな、うん、こんなはっきりと見えてないね、こんなんじゃないですけど確かに黄色やったし、うん、のしのし歩いてる感あったんで、うん、何なんやろうと思ったら、よく世間的に言われてるのは8月8日っていうのが、うん、ライオンズゲートって呼ばれているらしくて、はい、なんか全体的にライオンのなんかゲートが開きますよみたいなタイミングだと、はい、うん、でそのタイミングで雷獣ことヌエみたいな存在を僕は2回見てるので、うん、ライオンズゲートが開いてなんかこの部屋来てんちゃうかなとは思ったりしてるんですよ。まゆみさんはそういう経験あったりするんですか？私も本当去年引っ越して来て、はいはいはい、新しい部屋に住み始めて1ヶ月後ぐらいがちょうどその8月の8日あたりの時期だったんですね、うん、ちょっと前、数日前に不思議な体験をして、夜中に鳴き声が聞こえてパッて起きたんですよ、うん、それが3時だったかな。どんな鳴き声ですか？猫が盛りの時期の声、ね、起きてみたいな感じに感じたんですよ。はいはいはい。でそれをずっとなんかこっちに向かって鳴かれてる感じがしたんで、部屋の窓のカーテンをこうペッて開けてこうよく覗いてみたら、数メートル先に光った猫の目が見えて、虎柄の猫だったんですね。へー。ですごいもうこっち向いて、で目合ったら泣き止んだんですよ。泣き止んだしもういいかと思って閉めて、でまたベッドにこう横になろうとしたらまた泣くんですよ。もうと思ってまた開けたら、今度はもう窓の真下に移動してて、本当に開けたら入っちゃうんじゃないかなっていうようなぐらいもう近づいてきた。もうなんか入れてみたいな感じだったんですよ。で、いやいやごめんね入れられないんだって言って、うん、カーテン閉めて、でもう一回ベッドに入れたんですよ、うん、で目をつむって、さあでもなんか気配を感じて、うん、パッて目を開けたらクローゼットの中にサーッと入ってったんですよ。って言って結構そういう体験もしてるので、でもクローゼットの中かと思ってまた寝たんですよ。なんか来ちゃったかな、呼んじゃったかなと思って、でまたでも嫌な感じはしないので寝て、目をつぶったらでもまたなんか視線を感じて、パッて目を開けたらここに12、3歳ぐらいの女の子が、ホラーや。いやでも全然怖さはないんですよ。あ、なるほどね。赤い服着た女の子が立ってて、顔立ちも なんていうのかな、日本人っていう感じじゃなかったんですね。パッて私が目を開けて目が合った瞬間、その子もさってクローゼットの中に入ってたんですよ。えって、でもさすがに人だったからクローゼットを確認しに行ったんですよ。えって思ってこう見て、小さいウォークインクローゼットみたいな感じなんですよ、はいはい、えと思ってちょっと服の後ろとかも見て、うんうん、でも何もないよなと思って、もう閉めて
また寝て、で次の日友達にそれを話したんですよ、うん、そしたらそういう映画見たことあるって。だからそれがナルニア国物語、昔ありましたねそういう映画みたいな。で知らなくて、で次の日かなんか見たんですよすぐまさにそれに出てきた女の子にそっくりだったんですよ。赤の服着てて、その子が最初にクローゼットの中に入っちゃう子だったんですけど、雪景色の世界に行っちゃうんですよ。あ、別の世界に行くんや、はいはい、したらそこに大きいライオンがいて、それが王様らしいんですけど、はいはい、なんかそれがまるで私が見た猫、虎猫みたいだななんて思って、友達がその後に占星術とか結構詳しい子だったんで、ぴったりな時期だったみたいだよって言って、そのライオンズゲートっていう時期みたいだよって言われて、去年初めてライオンズゲートって言葉を知ったんですよ。去年知ったんですね、それで、だからライオンズゲートが開いてるから真由美さんもそういう感じのやつを見たかもしれないってことなのかなって。え、そのクローゼットの中には入れたことあるんですか？別世界に入ったことあるんですか？この状態ではないですけど、夢の中ではいろんなところに行ってるので、だから自分もその時にこれ今だよねってすごい確認しちゃいました。いつも分かんなくなっちゃうんですよ。夢ですけど明晰夢ですもんね。うまく伝えられないんですけど、いたと思うんですよ本当にその女の子が、うん、匂いまでするような感じ、もうリアルにいたと、うん。ちなみにその一発目の猫あるじゃないですか、こう外見たらおるっていう猫、うん、はい、それはリアルな猫やったんですか？それはリアルな猫だったんです。そういうこの動物ちょっと違うなみたいなんで街歩いてたらいたりするんですか？この猫ちょっと違うんですか？ありますあります。あんねや、うんうん、猫だというのを忘れてるよねみたいな感じって言ったら分かりやすいかなその方自体が物申しに来てるみたいな感覚。あ、猫っていう器には入ってるけど、うん、お前絶対なんか猫ちゃうよなみたいな、うんうんうん、それは例えば仏教でいう輪廻転生みたいなのがあったりしますけど、その人間が亡くなった後にもう一回人間に生まれる以外に動物に生まれ変わったりもあり得るんですか？それは自分が選べば、こういう感情を体験したいとか、うん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 、で選ぶ感じ。ここに生まれてくる前に。そうですそうです。たまにミスとかはあってもたまにミスとかあ基本的には自分で決めてます。何を体験するかっていうの、まあ、だからそれがここでの感覚と全く違うので、ここではなんでそんな体験って思うことも、向こうからいたらなんでそんな体験って思わないんですよ。経験で終わりじゃないので、うんうん、その経験をした上で愛の光に戻って、みんなこの地球ごと引き上げるまでが、それをもう全部分かってできてるから、うん、生まれる前からそういう目的で皆さんに体験してもらうんですよという流れで生まれてきてると。これは全員上で答えを最後まで全部知った上で来てるはずなんです。で、うん、私も全部は覚えてないですし、うん、でもあともう少ししたら全て思い出すんだろうなっていうのは感じながらいるんですけど、うんうん、みんなだから本当は答えまで知ってるはずなんです。答えは全部あなたの中にありますよっていうのはそういうことです。それを忘れて経験するために来てるみたいな。忘れるのもその台本にちゃんとあることです。いや、これ真由美さんね、面白い話してるんですけども、うん、ちょうどねここにね哲学者の絵を飾ってるんですよ。これたまたまなんですけど、うん、こっち側の僕側にいるのがプラトンっていう古代ギリシャの哲学者で、うん、こっち側にいるのがアリストテレスっていう哲学者なんです、うん、でこのプラトンっていう哲学者は空に向かって指を立ててるんですよね、うんうん、でこの青い方のアリストテレスっていう方は地面に手をやってるんですよ、うん、でこれなんでかっていうと、これが先輩でこれが弟子なんですけども、うん、プラトンの教えがよりスピリチュアル的な話、うん、でアリストテレスの哲学がより現実的な話で、うん、いやもっと宇宙的なスピリチュアル的な世界を見なくちゃいけないっていうので、うん、この師匠の方は天を指さして、うん、弟子の方は地面を、いやもっと現実的にいかないとダメですよ、うん、っていうのを表している絵であるし、実際に存在したお二人なんですよ、うん、まあ、だからこう飾る時にこっちを宇宙の天球、こっちを現実的な地球にしてるんですよね。でこう飾ったら、あれ面白いでしょっていうのが、そんなことまでやってるんですけど、このプラトンさんの考えの中で哲学の実践にあるのが、人間っていうのは先に答え知ってるんだけど、うん、忘れてきてて、何か新しいのを解き明かした瞬間、数学的なものも含めて、それは思い出してるだけだって言ってるんですよ、このプラトンさん。でその時にみんなどういうことっていうことになるんですけども、哲学者なんでここから論理的な話になるんですよね。それが例えば僕らは正三角形って、もう辺が全部同じ長さの完璧な正三角形っていうのがあって、それを通して
まあ、現在その建築学とか機械学とか数学も含めてその計算するんですよね、うん、完璧な三角形、うん、けどこの現実世界に完璧な正三角形というのは存在しないんですよ、うんうん、誰がどう頑張っても完璧な正三角形を作り出すのは不可能なんです、うん、けど人間は正三角形っていう完璧なものを想像してそれを現実世界に応用してるみたいな、うん、けど存在しないんですよ。つまり存在するものから僕らは学んでるんじゃなくて想像したものから作ってそれを見てるっていう考えになったので、うんうん、僕らは完璧な正三角形を見たこともないのに、うん、頭の中でイメージできてそれを計算に落とし込んで、うんうん、もう実際に使えてると、うんうん、っていうことはそもそも初めにこっちにものがあって、うん、それを応用して現実世界を見てるんじゃないのかっていうのがこのプラトンさんの考えなんです、はいはいはい、それで真由美さんが言ってたような、はい、僕らは全部一見知ってるけど忘れてこの世界に生まれてくるって話じゃないですか、うんうん、だからまあ言ってること一緒やなと思って聞いてたんです、はいはい、だから座る位置変えとったわけですよね色も変えない色とか分かりやすく言うと一つ思い出すとはい思い出したねみたいな感じでまた本当だったら覚えてたものをもらえるみたいな感じはあります。生まれてくる前の、うん、まあ自分が決めた目標とか、はい、経験したいことっていうのがあって生まれてくるとあります。でも全部忘れてしまうと。私はたまたま覚えてましたたまたまではないんですけど覚えていました。でもやっぱりどうしても年齢を重ねれば重ねるほど例えば最初は本当に映画のようにストーリーとして全部動いて音もあってっていう風に撮れてたものが年を重ねることに写真をこうパッパッパッって一枚ずつ出していくような感じにどうしても薄れてってしまったりするんですよ。その当時のね上で見てたことが、はいはいはい、ましてその生活ってすごく大事で子供ながらに、うん、人前でこういうのあんま変な発言って思われちゃうんだとかっていうのがどんどんそうさせていくんですよ。そうすると映画のストーリーとして最初バーって覚えてたものがだんだん一枚の写真ずつになってったりとかしていくんですね、うん、どうしても。でもそれが私の場合は夢を見ている時にこの一枚の写真のストーリーを見せられたりするわけですよ、うんうんうん、であれこれ知ってるってなってあそっかこれを忘れてたんだみたいに繋がっていくんですね。くっつき出した時に気づくことあそっかってことはこれはこういうことを伝えたいってことかってなった時にはい正解しましたご褒美みたいなのをもらえるんですよ。あその自分で考察するじゃないですかこれってこういう話かってこういうあって、はいはいうん、だからこの悲しみの写真があって楽しみの写真があったらこういう物語でこうなったんやなってなったら、うん、それこうですよねって投げかけたらしばらく後にそうですみたいな。そうですそうです。パズルのピースがどんどん揃っていくみたいな感覚。ああそうやって展開側からの目線で言うと、うん、先に全部答えドンって言うたらそれは簡単ですよねってなるけど、うん、あまりにそれをしすぎると、まあ、自由意志みたいなのがなくなってしまうじゃないですか、はいはい。世の中こうなるからこうしなさいってなったら、うん、はいそうですって言ったら、うん、いや生まれた自由の意味はっていうことになっちゃうんで、あるしそこにいたらいいじゃないですか。そうそうそうここに今度もいいわけね、はい、でこれで思い出しながら私がそしたら私もいろいろ動き出すじゃないですか、はい、それで思い出してない人に思い出して思い出してって思い出した人たちがいろんな形でそれぞれのやり方でみんなを思い出させてでみんながそれになって最後のことを成し遂げるっていう。最後はドンって持っていくと、うん、現実世界の光のレベルみたいなのを持って、うんまあ、底上げじゃないですけど、うん、ガッて上げる役割みたいな、うん、で最後にみんなで、うん、やってきましたみたいな言葉でこうどう伝えたらいいのかってすごい難しいんですけど、いつかこれを映像にしたいですよね全部。ああ映画とかにしたらね。そう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 。いずれ僕もねアニメじゃないですけど映画を撮りたいなと思ってるんですよね、うん、もうサッカー業しかしてないんで最近ちょっと台本ばっか書いてて、私がうまく言語化できてないですけどそれ分かるって人いたらちょっとコメント。そうですそうです。そういう経験してますとか同じようなもの見てますとか、いや多いと思いますよ。もっと言語化を上手にできる方とか、まゆみさんがこう僕に出会うっていうのもそうだと思うんですけど、うん、僕がやってるのはそのスピリチュアル系の方々が分かってるんだけどもある程度、うん、ここが言語化できないからどうしたらいいか分からないっていうのを、まあ、最近歴史が多いんでちょっと違うと思うんですけど、うん、それを埋め合わせするチャンネルでもあったんですよね。いやいやスピリチュアル的にはそれが答えなんだけども、うん、みたいな、それをみんなに伝えられる、うんうんうん、全てあれが分からんっていうのも、うん、神話っていうのはこういうのでとか含めてそこを埋めてるチャンネルだったんですよ。でこれが、まあ、このプラトンさんの話にしてもいいですか。あるんですけども、
僕がやってる作業っていうのはすごい論理的な作業で、論理的に客観的に世の中の真理ってこうですよねっていうのをできるだけお伝えしようとするチャンネルなんですよね。このやり方っていうのは絶対答えにたどり着かないようになってるんですよ。というのも論理的な思考っていうのは、プラトンさんの例えをそのまま使わせていただくのであれば、半分ずつ進む、弓矢を打つ場所から的まで、この間を半分ずつ進む弓矢と同じなんです。だからこの的に向かって弓矢を打ったら、論理的な思考っていうのはこれを半分ずつ進ましてくれるんですよ。だからこの距離やったらこっからの半分、もう一気に半分減った、すごいじゃないですか。じゃあ次この幅から半分、もうすぐ近くじゃないですか。じゃあ次この幅から半分、ずっと半分、そう絶対たどり着けないんですよ、っていう法則のもとやってるのが論理的な思考なんですよ。だからすごい距離まで近づいたとしても絶対に最後のにはならないのが論理的な思考なんですよ。でスピリチュアルな方々っていうのは、スピリチュアルな能力があってそういう見られてる方々っていうのはここ分かってるんですよ。自分が生まれてる場所からここ分かってるんだけども、ここが分からないんですよ。だから僕はここを説明していくんですけど、最後のひらめきは皆さんそれぞれですよっていうスタンスなんですよ。だからスピリチュアル系の人たちの中でもこの的を決めきれないからこそ、なんかこう変な方向に行っちゃう人も結構言われると思うので、何のためにやっているのかっていうのをしっかり頭の中で、まあ、的を定めてから論理的に進んでいくっていうのが重要なんじゃないかなと思うんですよ。じゃないと例えば X で陰謀論だけ振りまいてインプレッション数稼ぐみたいな、世の中の不正とか腐敗したところを発信してくれるっていうのは言論の自由としてあれですし、政治的なね流れで生きてる我々人類っていうのは重要なことなんですけども、そろそろ本質ずれてインプレッション稼ぎに行ってませんっていう方もおられるわけで、何のためにやってんのか、その的は何なのかっていうのを決めた方々にこう情報を得た方がいいですよね。そうですね、私自身もそうやってこの間のことを今まで見せられたり下ろされたりしてて、でもただ散らばっていただけで、これはどうつなげていくってことだけまでは思い出せていなくて、でそれがヨシさんと出会って、私がこういうビジョンを見たとかっていうお話をした時に、えそれこういうことやんみたいな感じでこれはこらやでって言ってくださったおかげで、謎だったものが全部、えじゃあこれも見てます、これも見てますみたいな感じで、一緒にあじゃあこれはこうだってやっとつなげてき始めたっていう感覚がすごいあって、はいはい、だから私は私でそういうヨシさんがやってきたこと、都市伝説とかわからないかったけど、それをわからないからって一緒になろうとせずにいるんじゃなくて、それも知ったり出会ったりしたことでつながっていくみたいな感覚がすごくあって、直接会って一緒に映画でもドラマでもねなんか作って、そういった的をちゃんと定めたクリエーションみたいな水でやっていけたらいいですよね、うん、いやそうですね、うんうん、で世の中の人に、うん、この話全然初めは分からないかもしれないですけども、うんうん、こういうことですっていうのを、うん、君の名はみたいな感じでねあれはもう成功っていうかありがたいですよね、うんうんうん、ああやって広めてくださってるっていう形で、うん、こっち側からしても、あそうそうまさにこういう見てる映像がそのままになってるとかっていうのはすごい、うん、あの君の名のあのシーンみたいな感じですって伝えやすいんですよ、伝えやすくなるからそういったクリエーションの世界もやっていけたらいいですよね、はい、まあ、僕はちょっとひとまず歴史をちゃんと紐解いていかなくちゃいけないんですけど、これ歴史終わったら宇宙的な話になってスピリチュアル的な話にはなると思うんでね、うん、僕からしたら民族の争いまだそこのレベルですかくらいのけど、それをやらんとやっぱりわちゃわちゃってなっちゃうんで、ゆっくりゆっくり皆さんが納得できる形で発信していこうかなと思いますし、まみさんはまみさんでね、魂の色をね定期的に書かれるということで、もう書いてもらった方はまみさんに会えないんですか。すごくお声をいただいておりまして、はい、私もそういう時間を作りたいなっていうのを考え中でございます。ほんまにあの出展内容してますっていうか僕書いてもらったじゃないですか。で僕の魂の色を含めてこう撮影来てもらうときにもうめっちゃ相談してるんですよ。いや家族でさこういうことになってましたみたいな人間関係も含めていろいろ相談してもらえるんで、絶対書いてもらった方で、うん、まゆみさんにいただいたアドバイスでこういう現象が起きて、うん、ここからどうしたらいいですかって気になってる方もおられると思うんで、うん、そうですね、僕もちゃんと巻き込まれながらやっていきましょう、はい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 、少々お待ちくださいませ。少々お待ちくださいまあこんな感じでね、はい、不思議体験の話をさせてもらいましたけども、うん、あ11月にメキシコ観光さんと一緒にメキシコ観光にも行きますので、はい、ぜひね興味がある方、うん、ウェブサイトで見てもらえればペーニャペペーニャペーニャデペルナル
絶縁一座もうなんか降りてきちゃうんじゃないかというね。道中もね、もしいっぱい時間があるので一緒にいろんなお話ね、それこそできたらいいですよね。そうそうそう、移動中とかも、ね、でもマムたちになると思ってますから僕は来られる方々はい、という感じでね、11月お待ちしております。はい、じゃあこんな感じで終わります。はい、はい、ではまたお会いしましょう。はい、 See you later. See you later. こうなの、あ、こうか、こうかこうなんやこうか